眠たい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 大きい声じゃダメなんよ、もっと欲しいよ。そう、それ以上ね。いや、今日大きくない、今日さ、大きくないけん。あ、今日大きくないけん。大きくちゃダメなんだね。そう、でも、今日からリリーベが始まって、はいはい、今日はこの後ももう一回あるので今日飛ばしていきたいなと思うし、このリリースイベント盛り上げていくので、皆さん東京はあと何日か7日までいるので、はい、来てください。お願いします。お願いします。ノート3はですね、あれよあれノート1、ノート2、ノート3と3枚目のアルバムになるんですが、はい、まあね、なんか私たちは結構楽曲にはたくさんメッセージが詰まってたり、今の私たちを歌詞にしてもらってるので、このノート3を聴けば、まあ、今の私たちが全てわかるということですよ。だからゲットしなきゃ絶対ダメだよね。そうで、なんか何枚かな何枚かっていうのは自分が思ったかね、前すぐに言った気持ちよね。そう、気持ちよね。キャバクツに対する気持ちでいや、でも今回は特典が、はい、あと抽選になってます。はい、初の試み、初めて、ね、だから皆さんブラックカードが出るように頑張ってください。あれあれ反応すぐね。いや、まあブラックカードっていうのはね、1年間サインチェキ無料カードなので、チェキとサインが無料で、一番いいあれなので一等賞、そう、一等賞よ、一等賞なので、だから皆さん当てちゃってください。はい、あ、みんな欲しくないかね。じゃあ欲しくないなら当てなくていいよ、もういいよ、別にもういいよ、大丈夫なので皆さんアルバムよろしくお願いします。はい、それでは早速次の曲に行きたいと思うんですけれども、 ですね次の曲はママに私たちが実際書いた手紙が歌詞になった曲になっています。これはMV も公開されているので、よかったら皆さん見てください。それでは気持ちを込めて歌います。ママ「いつも一番お近くにいて見守ってくれているあなたへ」
はい、この後あの特典会もありますし、あの2部も3時からありますので、今日少しでもいいなって思ってくださった方は特典会の方参加して、2部も参加して帰ってもらったら嬉しいです。今日は本当にありがとうございました。以上、山口県声楽園アイドル部でした。